スバイナンスのパック開封、本日はこちら。はい、ということでダークエンペラーを上げていきましょう。次元チェックしちまうか。チェックしなくよかったやんね。見なかったことにしよう。心霊の化身で、あーそれね、それね、神器は分かる。神器ってマジで使われないですよね。使われなかった。あ、けどこれザンゲ、あ、エビゾーは結構強かったね。なんか体のエビゾーみたいなことができんだよね。まあデッキを組めるなんか。ちょっとやばい。あ、ジェスタブレインがインターだったんです。はい、いや、あー先に見ちゃった。当たるとは思ってなかったんですけど、だいぶ当たりっすよ。とかさ、上から2番目かな。うん、1番目がディアボロス、ディアスで2番目で、いやけど当時で言えばどっこいどっこいでしたよ。あのディアスとどっちもだって使うもんだって、うん、使って、いや強いんだよねこれ。これねドラビタね、いや裏こっちじゃないですよね、こっちこっち。これね実はあんまり流解じゃねえ、覚醒させないんですよこれ。ポンと出して、うん、コントロールでまずね相手が呪文を唱えたらタップ、要はまさに超次元環境ということで、うん、相手のグリッジは全部タップして出てくるというような感じになります。そしてバトルに勝ったらアンタップなんでね、これにオールイエスですよ、うん、それこそね、そオールイエスをつけて9500のね無限ブロッカーに超次元ゾーンから出てきたやつをすぐにタップさせたりとかね、うん、そんな感じでめちゃくちゃに使われてました。ちょっと難しいんだよ。なんかフェアプロとかでね、あのなんかフィールド使ってやってたのは覚えてますけど、基本的に表だけのカードって感じですが、突破機種とか使えば、うん、エンジェルコマンドね持ってて、種族も優秀ということでトップレア当たりましたね。あとはじゃあ、いいけどまだ当たるかもわからんか、うん、わかんないよ、序盤だから当たりは。序盤にこれ来たんで、まあ最大値ディアボロスしく狙って開けていきたいと思います。大満足です。それでは。